こんにちは、金黒です。2019年秋のスペシャルイベントで発表された iPhone 11のシリーズと2019年の iPhone 選びについて動画でまとめます。金黒レビューチャンネル。現在の Apple の中で収入源の割合として一番大きく占める iPhone は毎年9月に発表され注目されます。2019年モデルの iPhone は3つのモデルで展開され、 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max のこの3機種が発表されました。昨年モデルの iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max と同じ構成になるんですけど、結局のところ iPhone XR の後継機が iPhone 11になり、名前的にもすっきりして、iPhone XS の後継機が iPhone 11 Pro、 そして iPhone XS Max の後継機が iPhone 11 Pro Max という分かりやすい構成に名前としてもなったと思います。そんな2019年モデルの iPhone について今回はご紹介していこうと思います。金黒レビューチャンネル。まずは iPhone 11からご紹介していきます。Apple のスペシャルイベントの中でも iPhone の説明は iPhone 11 Pro ではなく iPhone 11から説明がありました。 iPhone 11という名前から分かる通り、 iPhone の基本モデルと言えるのが iPhone 11で、 Apple としても一番多く端末を売りたいのは iPhone 11じゃないかなというふうにも思いました。それよりも性能のいいものを求める方はiPhone Pro や iPhone Pro Max を買うっていう形になると思うんですけど、私今回の発表会を見て、今年の iPhone 11はバランスとしてもよくまとまった iPhone じゃないかなというふうにも感じました。なぜ私が iPhone 11 Pro よりもスタンダードの iPhone 11の方を Apple が多く売りたいかというふうに感じるのは、スペシャルイベントで発表された iPhone のラインナップを見て特にそう思いました。昨年の2018年モデルで最も性能の良かった iPhone XS、XS Max は今ラインナップから消えています。来年2020年に新しい iPhone が発表された時も、今年の iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max はラインナップから消え、今年の iPhone 11はラインナップで残る可能性が高いんじゃないかなというふうに思うからです。2018年モデルの iPhone XR はラインナップに残った際に価格を大きく下げてラインナップに残りました。さらに大手キャリアや携帯ショップなどはそこから値段を下げて2018年モデルの iPhone XR を販売してくる可能性が高いので、今まで iPhone を使ってて買い替えしたい方や初めて iPhone を使う方でお値段はちょっとと思ってらっしゃる方に対して、2018年モデルの iPhone XR はまだまだ売れ続けるんじゃないかなというふうにも思っています。そう考えるとスタンダードな今年の iPhone 11は来年また価格が下がってロングセラーモデルとしてスタンダードの iPhone として販売する可能性が高く、 iPhone 11が基本的に Apple が一番売りたい端末だなというふうに感じてるんじゃないかと思います。そんなスタンダードなモデルの iPhone 11の一つ一つの性能について見ていこうと思います。私が一番いいなと思ったのはチップが、 iPhone 11と iPhone 11 Pro は同じチップの A13 バイオニックが載っているところが一番いいと思ったところで、もしかすると初めて iPhone に Pro という名前がつくので iPhone 11 Pro の方はさらにいいチップを載せてくる可能性があるかと思ったんですけど、実際は iPhone 11と iPhone 11 Pro は同じ A13 バイオニックで、安いからといって決して性能が犠牲になっていることがなく、 CPU のパフォーマンスの処理速度も圧倒的に速く、映像関係の GPU も圧倒的な速さのパフォーマンスが出ています。 AR や VR を使った処理速度の必要な映像やゲームなんかでもサクサク動くようになるんじゃないかというふうに思います。その他の性能面では Apple 製品で初めて iPhone 11から Wi-Fi 6に対応しています。今までの Wi-Fi に比べて約 2.7 倍高速で通信できるので Wi-Fi ルーターを買い替える必要はありますが、
自宅での Wi-Fi がかなり快適になると思います。カメラは望遠ではなく超広角レンズが追加されました。これまでよりも4倍広く撮影できるので、壮大な風景や旅行や集合写真、広いインテリア、動きのある撮影などにはすごく超広角は向いていると思います。左側の写真が一般の広角で、右側が超広角を使った写真なんですけど、撮影できる範囲が全く違っています。超広角レンズならではのダイナミックな写真も撮れると思います。標準の広角レンズの方もフォーカスピクセルを 100% 使った新しい広角センサーが採用され、明るさが足りない場所でも最大3倍速いオートフォーカスで撮影できます。今までの iPhone は暗い場所での撮影は少し苦手だったんですけど、新しい iPhone 11はそこが改善され、暗いシーンでもフラッシュを使わずにナイトモードをオンにすれば自然な感じの写真が撮れるように改善されています。また写真を撮影しているときに急に動画に切り替えたいときにモードを切り替えることがなく、指をシャッターボタンに置いたまま右にスワイプすると簡単にビデオのモードに切り替えれる新しいクイックテイクっていう機能が追加され、これも iPhone 11 Pro だけではなく iPhone 11でも使えるのが嬉しいところです。特に私は写真だけじゃなく動画も結構撮る方なので、この機能は使えるなというふうに思いました。そしてインカメラの方も iPhone 11のインカメラは iPhone 11 Pro と同じく大きく進化していて、今まで少し不満だった700万画素から1200万画素に進化しています。縦向きに持ったままの画角は変わらないんですけど、横向きにしたときは途端ズームアウトして画角が広くなり、セルフィーでも隣の人が写真内に収まるようになりました。実は iPhone X から iPhone XR に変わったときにインカメラの画角は少し狭くなってしまったんですけど、今年の2019年モデルの iPhone 11でまたインカメラの画角が広くなりました。世界的に見てもスマートフォンでインカメラを使ってセルフィーを撮るっていうのは当たり前になってきてるんだと思います。それからポートレートモードも進化していて、今まで iPhone XR だと人物の周りの背景をぼかして撮影することができたんですけど、 iPhone 11からは人物以外でも背景をぼかして撮ることができます。また今後のソフトウェアのアップデートで提供予定のカメラの新機能ディープフュージョンも発表されました。これはシャッターを押す前に9枚の画像を自動で撮影して、最もノイズが少ない画像を演算して最適化して1枚の写真に作り上げる機能です。このように太陽が正面にあり、どうしても逆光になって被写体が暗く写ってしまうような時も、この新しいディープフュージョンで綺麗な写真が撮れるようになります。そして 120fps のスローモーション撮影ができるスローフィーというモードが追加され、インカメラを使ってスローモーションのセルフィーが撮れるようになっています。またスペシャルイベントで iPhone 11で撮った動画を見ると、静止画だけでなく動画のクオリティもかなり高いクオリティに感じました。映像以外に音響の方も空間オーディオのドルビーアトモスに対応しました。それから iPhone 11は二重のイオン交換プロセスで本体自体が丈夫になり、さらに防水性能も IP68 等級になり、最大水深2メートルで最大30分まで耐えれる仕様に変化しています。うっかり落下させた時やうっかり濡れてしまった時に安心感が増しました。今まで顔で認証するフェイス ID は少し使いにくいなと思ってたんですけど、今回 iPhone 11、iPhone 11 Pro ともにフェイス ID がかなり改善され 30% 高速化されて、認証する画角が広くなっているので、ざっくり iPhone に顔を向けても認証できるように改善されています。そしてバッテリーの持ちも、それまでの iPhone XR でも iPhone 8 Plus より最大 1.5 時間長くバッテリーが駆動してたのに対して、 iPhone 11ではその iPhone XR よりもさらに1時間長く駆動するように改善されています。カラーバリエーションはグリーンとパープルが追加され、ブラック、イエロー、ホワイト、プロダクトレッドの
全部で6色になっています。そして意外に嬉しかったのが、昨年 iPhone XR が発売された当時、消費税 8% を乗せた時の価格と、今年 iPhone 11が仮に消費税が 10% になったとしても、まだ昨年の iPhone XR の消費税 8% の時の価格よりも、今年の iPhone 11で消費税 10% の価格の方が安いっていう価格設定になっています。それでも Android 端末に比べたら iPhone はまだまだ高いんですけど、全体にバランスよくそれぞれの分野でブラッシュアップされた今年の2019年モデルの iPhone 11は、それなりに数が売れてもいい iPhone になりそうだなというふうにトータルを見て思いました。金黒レビューチャンネル。次に、初めて iPhone でプロという名前がついた iPhone 11 Pro と iPhone 11 Pro Max について見ていきましょう。大きな違いとしては、カメラとディスプレイが大きく iPhone 11と違っています。まずカメラなんですけど、 iPhone 11では広角と超広角の2つだったんですけど、 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max では望遠と広角と超広角の3つのレンズの構成になっています。その望遠レンズも進化していて、 iPhone XS、XS Max の時は絞り値が F2.4 だったのに対して、 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max は F2.0 と明るく改善されています。望遠レンズを使って暗い場所で撮影する時の性能が上がっています。プロならではの使い方として、2倍の広角ズームイン、2倍の広角ズームアウトに対応しているので、同じ場所で撮影した時に、ものすごく引いた写真とものすごくズームした写真がワンタップで切り替えて撮影できるっていうのがプロならではの使い方です。またフィルミックプロというアプリを使うと、 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max のアウトカメラの3つとインカメラの1つ、合計4つのカメラを使って同時に4つ撮影することができます。4つのカメラで一度に同時に動画の撮影をしながら、そのうち2つを選んで画面の中にピクチャーインピクチャーさせてワイプで抜くようなこともできます。1台のスマートフォンで4つのカメラを操作しながら動画の撮影中に切り替えすることができるっていうのは、きっと初めての試みだと思います。そしてプロならではの進化として、ディスプレイがスーパーレティーナ XDR ディスプレイに進化しています。今まで iPhone XS、XS Max に採用されていたスーパーレティーナ HD ディスプレイから、新しく iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max に採用されているスーパーレティーナ XDR ディスプレイは、コントラスト比と輝度が改善されています。カメラとディスプレイ以外の進化では、充電器が iPhone 11 Pro と iPhone 11 Pro Max には 18W の USB Type-C の充電器が付属されています。高速充電にやっと対応した形になるんですけど、USB Type-C 側は充電器側で、iPhone 側の端子はライトニング端子のままです。それからバッテリーの持ちが随分改善されて、今までの iPhone XS に比べて、iPhone 11 Pro では最大4時間バッテリーが長持ちし、今までの iPhone XS Max に比べて、iPhone 11 Pro Max は最大5時間バッテリーが長持ちします。そして防水性能の方も、iPhone 11よりも iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max の方がさらに優れていて、iPhone 11は水深2メーターで30分耐えれたんですけど、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max は水深4メーターまで最大30分耐えれるようになっています。サイズと重量については、スタンダードの iPhone の iPhone 11は、全モデルの iPhone XR とサイズと重量は全く同じだったのに対して、iPhone 11 Pro シリーズの方は全モデルより若干サイズや厚みや重量は少しずつ変わっています。 iPhone 11 Pro は前のモデルの iPhone XS に比べて高さが 0.4 ミリ高くなり、幅は 0.5 ミリ幅が広がり、厚みは 0.4 ミリ厚くなりました。重量は 11 グラム 増えています。 iPhone 11 Pro Max の方は前のモデルの iPhone XS Max に比べて高さが 0.5 ミリ高くなり、幅と
厚みは 0.4 ミリ大きくなっています。重量は18グラム重くなっています。 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max ともにサイズ重量とも大きくなってしまったのは、昨年のモデルに比べてカメラが一つ増えてバッテリーの持ちがかなり改善されたので、その辺の影響が出てるのかもしれません。カラーバリエーションはミッドナイトグリーンが追加されて、ゴールド、スペースグレー、シルバーの4色展開になりました。最後に価格は iPhone 11と同様に iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max ともに iPhone XS、 iPhone XS Max よりも価格は下がっています。カネクロレビューチャンネル。2019年モデルの iPhone は 5G がまだ乗らないことが分かっていたので、最初そんなに注目していなかったんですけど、この動画を作るにあたって2019年モデルの iPhone を深掘りして調べてみると、今までの iPhone が正常進化してトータルバランスが優れた iPhone になってるなというふうに感じました。特に今年の2019年モデルの iPhone 11は上位機種の iPhone 11 Pro と全く CPU などの性能が同じで処理速度が速く、かつコスト的にも今あるスマートフォンの中の最高の性能が保ちながらバランスがいいモデルになっているなというふうに感じます。 iPhone 11 Pro の方が、そこからカメラが望遠レンズがあるのとバッテリーの持ちがさらに改善しているのが大きな違いなんですけど、望遠レンズの方は意外と使わないっていう方が結構いらっしゃるのと、バッテリーの持ち自体ももともと iPhone XR の時からバッテリーの持ちはいいと言われていたので、そこが改善していることもあるので、十分な性能あるんじゃないかなというふうに思います。私のように YouTube の動画を撮影したり写真や動画をスマートフォンでバシバシ撮る方にとって iPhone 11 Pro の選択もありだと思います。4つのカメラで同時に撮影することができて後で編集することができるスマートフォンは多分他にないんじゃないかなというふうに思います。 iPhone 11 Pro と iPhone 11 Pro Max の違いは全く性能が一緒で、単純にディスプレイのサイズが違うだけなので、結局のところネットサーフィンを iPhone でどれだけするかによってそのサイズを選ぶのがいいと思います。私は普段iPad mini でネットサーフィンしているので、あんまりスマートフォンではネットサーフィンしていません。そういう人にとってはできるだけ iPhone は小さい方がいいので iPhone 11 Pro の方がいいと思います。私がそういうふうに使っているのは iPhone と iPad を両方使うことによってバッテリーの持ちをできるだけ長く使いたいから、そういうふうに分けて使っています。2台持ち出すのが面倒な方にとっては少し大きくなりますけど、iPhone 11 Pro Max の方が便利だと思います。カラーバリエーションについては iPhone 11のシリーズは比較的パステルカラーの色彩が多いので、そこが好みが分かれるところで、そういうパステルカラーが嫌な方にとってはブラックとかホワイト、その辺を選ぶ方が多いんだろうなというふうに思います。 iPhone 11 Pro のシリーズは新しくミッドナイトグリーンの色が出たんですけど、渋くて綺麗なんですが、この色も結構好みが分かれる色だなというふうに思います。 iPhone 11や iPhone 11 Pro を予約して発売日当日に手に入れようと思うと、カラーバリエーションの選択によってはうまく入手できないことがあるので、そこは少し考慮した方がいいかもしれません。それから容量の選び方なんですけど、2019年モデルの iPhone 11や iPhone 11 Pro のシリーズを選ぼうと思うと、処理速度が速く、その性能を生かしたゲームや AR や VR、また動画を楽しもうと思うと、どうしても 64GB では少し少ないように感じてしまいます。もう少し容量の大きいものを選んだ方が結局その処理速度の性能を生かした使い方ができるんじゃないかなというふうに思いました。2019年モデルの iPhone 11のシリーズが発表になった後、それまでの iPhone XR や iPhone 8はスペシャルイベントの後値段を下げて今販売しています。今までは性能の差をつけて iPhone 選びをしていたんですけど、昔のスティーブ・ジョブズの時代のように前のモデルを値段を下げてバリエーションを増やすという考え方はいい考え方だというふうに思います。
お安く使うんであれば iPhone XR や iPhone 8という選択も十分ありだと思いますし、多分来年タッチ ID のついた iPhone 8は販売終了してしまうかもしれませんから、タッチ ID が好きな方にとって iPhone 8を選ぶっていうのもありだと思います。できるだけ iPhone を安く使いたいとか、 5G が出るまでの間つなぎとして使いたいなという方にとって iPhone 8や iPhone XR は結構選択としていいと思いますし、トータルバランスで考えると iPhone 11が一番おすすめしやすいです。そしてさらにカメラの性能を求めるんであれば iPhone 11 Pro のシリーズの方がいいと思います。価格や買うタイミングによって選び方は違ってくると思いますけど、今年の iPhone は比較的価格を考えて選びやすいようにできているなというふうに思います。今回は iPhone 11 のシリーズのご紹介と2019年度の iPhone 選びについて動画でまとめました。また今年出た Apple Watch シリーズ5についても動画でまとめようと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。